皆さんこんにちは。八尾福音教会あけぼのチャペルの伊藤勝俊です。今日は11月7日木曜日です。そして今日の聖書の箇所はヨハネの黙示録3章の7節から13節まで。今日のテーマは御言葉を守り、御言葉に守られる人生。御言葉に守られていきたいですね。ヨハネの黙示録3章7節から13節。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得るものを私の神の聖所の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。引き続いて黙示録3章に記されているこの7つの教会、その6つ目、今日はフィラデルフィア教会です。フィラデルフィア教会は称賛のみで叱責のない教会として有名ですね。その称賛の中でこんな言葉がありました。それは8節にこう書かれてあります。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからであると書かれていますね。この少しばかりの力があったと言われていますけれども、少しばかりっていうのはどれぐらいなんでしょうね。少しばかりっていうんですから、大した力じゃないということは明らかですよね。で、この少しばかりの力で何をしたかって言ったら、私の名を否まなかったと言われています。私の名を否まなかった、どういうことでしょうね。それはですね、イエスは主ですと告白すること、これがですね、否まないということですよね。でもこの告白、よく考えてみますとですね、実は少しばかりの力でできるようなものではないということに気がつくんです。例えばです、聖書のですね、第一コリントの12章の3節にはこう書かれてありますね。誰でもイエスは主ですということですね。ごめんなさい、最初の言葉がありましたね。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと書かれてあります。つまりイエスは主ですって皆さん告白して救われたでしょ、イエス様信じたでしょ。でもこの言葉は実は聖霊様によらないと本当は言えないんですよって聖書は言っているんです。よく考えてみたらそうですよね。イエスは主ですという告白は
それは言葉だけではなくってイエス様に全信頼を置くっていうのがイエスは主ですという意味ですね。つまり全信頼ということは全く疑わないということです。皆さんイエス様を疑ったことなどないですか？もうイエス様なんですからもう絶対大丈夫って思いますか？でもね、私たちはついつい疑うじゃありませんか？本当かな？イエス様大丈夫かな？私のこと忘れてないかな？なんて普通に思いますよね。そうなんです、私たちは全信頼なんてとても言えない、そんな存在だということを私たちは本当に覚えたいんですね。つまりどういうことかと言いますとね、この誰でもイエスを主と告白する、ある意味単純な一番基本的なことでさえも自分だけの力では不可能なんだということを知ることなんです。そう、つまり聖霊様によらなければ無理だということを覚えなければなりません。とするならば、少しばかりの力でできることって一体何があるんでしょうね。イエス様を信じるということでさえもなかなか難しいんですよ。とするならばですね、あの悪霊に疲れた息子を癒してほしいとイエス様のもとにやってきたあのお父さんの姿に実は答えを見つけることができます。あの時父親はですね、イエス様にこう言いました。もしおできになるのでしたら息子を助けてくださいと言いました。するとイエス様にこう言われました。もしできるならというのか。もうこう言われた時にですね、父親はああしまった、とんでもないことを言ってしまった、そう思ってですね慌てて言い直します、信じますって。ところがですね、この後彼は直後にこう言ってますよ。不信仰な私をお助けください。以前にも申し上げたことがあると思うんですけれどもね、この彼自身は信じてるんですか、信じてないんですか。そう、答えは彼自身、父親自身が言っています。こう言ってますよ。不信仰な私と言ってます。つまり彼は信じていない自分って言ってるんです。じゃあ彼は信じてないんですか。いいえ、ここに彼の心を皆さん想像してみてください。息子を治してもらいたいという願いのあまりにとっさに信じますと言ったんです。でも嘘を言ったんじゃありません。彼はイエス様に対して自分の思いをそのまま言ったんです。でもそれが真実ではないということを自分が一番よく知ってます。目の前にイエス様がおられるんですよ。そんなのもう見抜かれるのはもう分かっています。そのまま押し通すわけにはいかない。彼は正直自分の不信仰な私と告白したのですね。じゃあ真実はどっちなんですか。そう、厳密に言いますと、ここでですね、彼は不信仰な私と言ってるんですから、実は信じられていないということなんです。でもです、皆さん、この父親の姿っていうのは現代の私たちと同じじゃないですか。私たちも信じたいのです。でも信じきれないというのが私たちの日常のクリスチャンとしての姿じゃありませんか。そうなんです、人を責めるのは簡単です。でも私たちはいつも信じきれるわけではありません。イエス様はそんな父親の心を受け止めてくださいました。ですから正確に言うと、信じているというよりは父親は信じたいと願っている、これが一番正直なところでしょうね。そうなんです。でもこれが信仰って言えるんですか。でもイエス様はこれを信仰と認めてくださったんです。信仰というにはあまりには不完全でしょ、信じきれてないんですから。でもイエス様はそれを信仰と受け止めてくださるんです。そして息子を癒してくださいました。知ってください、完璧には程遠い信仰ですけども、そのまま受け止めてくださり、そして癒してくださるイエス様、他の箇所に百人隊長のまたはあのツロの女性の信仰を立派だ素晴らしいとイエス様を褒められましたね。でも彼らと同じ信仰を皆さんお持ちですか。少なくとも私はありません。でもイエス様はこんな不完全な信仰を信仰と受け止めていてくださり、その祈りに応えてくださる、聞いていてくださる、そして愛し癒し共に居続けてくださる、それがイエス様です。皆さん、
どうぞイエス様に褒めていただけるような立派な信仰でなくても、信仰が立派だとか立派でないとかそんなこと関係なく、憐れんでくださるイエス様というお方に目を留めてください。そうです、少しばかりの力というのは信じきれなくてもイエス様に信頼し頼る心です。本当に少しばかりですね。何にもそこには立派さなんてないんです。でも大丈夫、イエス様はその少しばかりの力を受け止めてくださるんです。ですから正直に不信仰な私を助けてくださいとイエス様に申し上げ、そしてイエス様の前に正直に出ていきましょう。あなたは御言葉を守っていますか？御言葉に守られていますか？御言葉を守るというにはあまりにも不完全な不信仰な私です。でもイエス様の御言葉が私を守ってくれます。イエス様の愛と恵みが守ってくれます。この方に信頼して歩みましょう。一言お祈りいたします。イエス様、私たちには少しばかりの力しかありません。しかしイエス様はそれを称賛しておってくださるんです。信じきることができない、でも信じたいのですというその心を受け止めてくださるイエス様、ありがとうございます。これからもよろしくお導きください。イエス様の名前で祈ります。アーメン。主の祝福を祈ります。